伸びが足らねえなということで。足らねえですね。はい、してみますか。抜き打ちきた。アステロイド。アステロイド。フィーズボー。ちょっと待って。止まった。そうで始まりましたモテチャンネル。さあ今回はですね、久しぶりに田橋さんのお家にやってまいりました、はい、ようこそ。はい、はい、もう掃除する機会がないということで、本当に勉強しすぎて掃除する時間もなくって掃除する機械っていう、物理的な方です。あれがないんで、そういう相変わらずのホコリで、もう目が。コロコロもかけれないっていう。そうそう、コロコロももう替えがない。それくらい買ってくればよかったですよ、今日。さあ、そんな、はい、田橋さんなんですけど、どうですか、模試、最近。そうですね。夏ぐらいの模試は、結構いい感じで、通ってたんですけど、最近なんですかね、現役生の伸びなのか、自分の衰えなのかね、はい、ちょっと落ちてきてて。うんわあ、そうですよね。相手が伸びてきたらね、偏差値は当然下がっていきますからね。どうだったんですか、はい、最近の本番レベル模試は。10月に受けたものの、はい、10月結果が一応こう、ね、まとめさせてもらいました。はい、はい、じゃんということで、おお、英語70、どうでした、出来としては。前回は80、はいはいはい、偏差値52なんですね。あ、平均 69.9。 問題が簡単だったのか取りやすいものだったのかで、ちょっと低かったなと思いました、ね、感覚より。なるほど、はい、で国語50、国語57、これは古典が良くて、現代文が時間配分間違えて低かったです、はい、なるほど、はい、数学が、まあ、これも24点、はい、いたたたたた、いたたた、世界史がちょっと下がっちゃったんですね、けど33点、偏差値58で、日本史が37点で偏差値56かな、はい、課題は見えた感じですか。課題はもう丸見えで、英語と数学かな、英語1回寸大の模試だと結構いい点取ることができて、88点ということで、偏差値も多分64ぐらいだったのでいいかなと思ったんですけどね、やっぱりちょっとまだまだですね。いや、相変わらず同じ学校の人が受けてますね、はい、そこ真っ先に行くのライバルがね、戦ってますけど、英語と現代文だけ負けてんのか。頑張ってますよね。いや、これでも平均点って、2人の平均点ってことは計算できますよね。あんまりそれ言っちゃうとかわいそうかなっていうのもあるんで、自分の点とあれですね、割れば、割れば出ちゃいますね、割れば出ちゃいますね、これに割る2で。ということで、相変わらずライバルと戦ってるってことで、まあ切磋琢磨ですね、これは。目に見えない、はい、あ、向こうは目に見えて戦ってるかもしれないですね。わかんないですね、知ってるかどうかっていう感じで、はい、C 判定、まだやっぱり英語にちょっと伸びが足らねえなということで。足らねえですね。はい、そしたらですね、はい、また変顔好きのおじさんがですね、どんな人ですか、変な人いますか、小芭蕉さんっていうですね、小芭蕉さん、サムネで変顔で笑わせるっていう自分箸でやられてるんですか、それは、はい、最近そういうキャラを得たみたいな方がいらっしゃるんですけど、その方からですね、また挑戦状やってやるよってことで、はい、またも今回もキャストダイス英単語帳が第2弾ですね、はい、第2弾の挑戦がやってまいりましたんで、はい、そちらをちょっとね、やっていきたいと思います。まあ、前回はね、あのベーシックスタンダードハイレベルトップレベルのやつでやったと思うんですけど、はい、自分で単語帳を作ることができます。ああ、いいですね、はい、なんで共通テストだったら共通テスト、坂上さんの東京経済大学はどれぐらい出てんのかなと思って調べたりしたんですけど、はい、こういう風に自分の目指してる志望校の大学の単語帳を作ることができます、ね、すごいですね、はい、なんで共通テストだったら全体でやると、まあ、センター試験のものも入って、はい、1416号、で田橋さんは当然目指すところは東京大学っていうことですので、東京大学で作っていこうと思いますね。早稲田人科じゃなくていいですか。いや、そこはまあどうしようかな、滑り止めで受けてみようかな東京経済大学、工業大学とかですね、はい、大学やると、はい、こうやって全ての学部、まあそうですね、東大関係ないんで、はい、次へという形で、直近3年とか、こういうふうに5年、10年とかっていうふうに選ぶことができるので、10年ぐらい。その中で、まあ、ベーシックはね、たくさんできちゃうと思うんで、該当する単語数、どれぐらいあるかな。スタンダードも抜けば312ですね。はいはいはい。ハイレベルとトップレベルでやれば。はいはい、という感じで、じゃあ行ってみましょうか。これで単語の名前、東大、たわし、はい、作成という形で。ああ、すごい。優秀ですね、これはだいぶ。じゃあテストしてみますか抜き打ちきた、挑戦してみましょう、やってみましょう。 Accord Accord、 え、選んでください。 Religious ちょっとびっくりしました今。 Solitude、 Generosity、 Representative、 Domesticate、 Domesticate、 はい、Asteroid. Asteroid. はい。Regime. Regime. はい。アンシャン。Existence. Existence.
これ312もあります。そうです。310もやるの。ちょっと待って。ちょっと待って。これだ。Can. はい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 。これ全部やる。Tumor. 今どれぐらい見てみましょう。32も。Domestication. Domestication. Premise. Premise.、はい、Linger. Linger. はいはいはい。Undermine. Undermine.Distort. Distort. Abruptly. Abruptly. Unprecedented. Unprecedented. Spite. Spite. 何単語きた Spite. 何単語きた Addiction. ということで、63問まで連続正解しましたね。313連じゃいかなかったですね。いかなかったですね、残念ながら。はい、ということで、はい、で、まあ今、スパイと間違えましたんで、はい、そしたらですね、新しい機能、入りました。キャストダイス。何でしょう。単語検索機能がつきました。で、今、スパイと間違えましたんで、はい、すごいですね、これね、間違えるまでずっとやり続けるってことだったんですけど、スパイと使えるとですね、はい、検索できます、こうやって。で、検索すると、出てくれるんですね。このように。これはめちゃくちゃ便利ですね。はい、スパイと悪意っていうね。でスパイト音声もこうやってスパイト聞けるとはい、はい、スパイトスパイトっていうふうに言うことができてあいいです、ね、あこれめちゃくちゃいいですねで出てきたことのある大学がこういうふうにですね一覧として出てきます名古屋大鶴文化大へえ11年これ難しい単語ですよね割と、はい、結構出てますね、はい、そういうのが見えるんですね、はい、このモーラル力はすごいなでうわスパイト多いなって思うと思うんですけど、まあ、スパイト単体じゃなくてインスパイトオブで出てくるからでしょうねそういうことなんですね、はい、あ、なるほどなるほどなるほど、うん、インスパイトオブもちろんスパイと単体でこんなにたくさん出ることはないと思うんでそうこうやってたくさん見ることができると、はい、たくさん見ることができる、はい、出てるって分かったらなんかモチベーションもね湧く、ね、かもしれないですねこれは素晴らしいじゃあ早稲田の人科見てみましょうまだいきますよ早稲田の人科結構ね知らない人がいいんですけどそこで学部選択で人科選ぶんですよ、はい、早稲田の人科って、はい、単語のレベル高いんでそうなんです、ね、実は何も覚えてないですけどね理工、社学、人科ですね。あ、単語のレベルは。ほう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 。なので、3番目ですか。そうですね。早稲田。東大は国立なんで、むずいのはそんななかったですね。そうですね。うん、じゃあ、行ってみましょう。もっとむずい単語が出てくると思いますので、ハイレベルとトップでやって、63語ぐらいしかなかったんで、多分。なるほど。全問正解可能ということです。チェンバー。はい。チェンバー。あれ、これなんだっけ。あぶねえ。サファラー。キッニーフェイドルフェイドルレスピラトリアルゴリズムコンペテンスバキュームバキュームプリミナリーマイクロブはいはいレベルも高いと思うんですねヘイデフィシエンシーコロニアル emit subscription なんかこれ、ね、油断しちゃ immunity 油断しちゃいけない ultimately confrontation explicit slash slash ferment あらあら正解 Physiological 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 OK Comply これ Compliance Surge Surge これ Unveil Unveil あ、ベイルを剥がすっていうことですねこれ Psychiatric Psychiatric 精神学 Deduction Deduction、ね、Retailer Retailer これ小売業者Ubiquitous. Torture. Torture. Livestock. Livestock. Feasible. ちょっと待って。止まった。Subscriber. チャンネル登録。Embed. Embed. 出ましたね。よっしゃー。やりました。全問正解です。すごい。人科は倒せると、まあ人科ってね、まあ、理系の文章もいっぱい出てくるんで、なるほどなるほど。だから結構やっぱ理系の単語多かったですね。フィーズボーで止まってましたね。はい、フィーズボーはちょっと
最近当たってなかった単語でしたね。うん、そうですね。実現可能でしょ。実行可能、実行可能、実行可能、最近出たって言ったら、あ、神戸市外大、東海大、あ、国際キリスト教大、早稲田。ほう。あ、慶応はやっぱ出ますね。そうそう。結構見かける、ね。結構レベル高い。大学入試にしてはやっぱ高い。レベル高い単語になりますんで。はい。こういった形ですね。こういった出題リストまで見れますので。はい、めちゃくちゃ実用的です、はい。なのでですね、ぜひ皆さん手に入れてもらって、はい、田橋さん挑戦してもらえればいいんじゃないかと思いますので。61問連続で正解してください。はい。ぜひ頑張ってやってみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。